酒井。巴屋の消息は？日吉の家の内と外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。巴屋の仕業だと？適切な場に弓取りを置けば村の孤立などたやすい。先生が長尾家でお使いになられた平日ですね。巴屋は覚えが早いな。いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。いかにして敵を見つけるのです。己を巴屋と思え。日吉の人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を置く。宿の後ろの道に。いいな。隠れ場もなければ見通しも悪い。わずかな人数で村全体を制すのだぞ。浜への道は数人で足ります。さよう。村の橋を見張る者がいるでしょう。いかにも。村の入り口を兵で固めてはいかがでしょう。もはや街道に人はおらぬぞ。兵を置くだけ無駄だろう。村の南の道は上り坂。弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。酒井様、志村様はご健勝で？今は猛虎に囚われておいでだ。うん、ご心配なく。辛抱強いお方ですから。戦の技量に優れ、さらに和歌まで。酒井様も和歌を？そのような暇はないな。戦の時こそ読まなくては。一首読めば心は落ち着き、邪念も振り払えるはずです。心の平穏か。さようです。ちょうど良い場所が火事場近くの崖の上にあります。そういった場所を見つけましたら、ぜひとも対馬の美しさを歌になさってください。戦火を免れたかようなところが他にもあるだろうか。鳥を探すのです。導いてくれるでしょう。Oh.
竹さやぎ、風に揺れたる竹林に、いぶすな髪の固めとぞなす。沖縄の申した通り、心が静まり強くなったようだ。また読んでみよう。巴には他に何を？余さず教えた。長尾家を去った言われさえも伝えてやったぞ。湯に浸かるため身を引いたのだな。あなたの意志とは思えませぬ。そうか、なぜそう思うのか。女子と恋仲になり追い出す。そろそろだ、用心しろ。罪なき者をやつらめ。人殺しを三途の川に送ってやるとするか。罪なき者まで殺めて、巴は島民としての誇りまで捨てたのか。蒙古があやつに約束したのは権力、富、地位、ここでは得られぬものだ。己の出自を疎んじておったということか。お主は優しすぎるな。心情は察しますが、混乱を招く者を許すことはできません。お主も招いておるぞ。敵にのみ。島中に武士は自制を持たねばならぬ。自制なくばただの人殺しよ。なれど敵を殺さぬ限り戦は終わりません。巴も同じことを言ったな。
襲。住処もあと一つ。来い。巴はいかにして弟子に。父親の粗末な夢だけ持って道場に現れ。帰ろうとしなくてな。追い返そうとはしたぞ。だが次から次へと的に矢を当てようと。まったく度肝を抜かされたわ。鍛えていたのでしょう。構えは不格好。あれでは戦に向かぬ。だが矢を外すことをためらわぬ度胸だけはあった。天賦の才か。殺しの才だ。気づくのが遅すぎたかな。Some water, we didn't lose their friend.
取れちゃう。石川はいるか。己、何をだ。ああ、ことづてがある。申せ。石川、日吉の民はすべて命を乞うことになる。長尾広則に撃たれた者の。黙れ。長尾広則、賊に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや、すべて巴のデタラメだ。すべてではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう、うん、村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。侍様、いやー、まこと、この日吉とは珍しき場所です。その竹は何だ。よく育つんですよ。この竹林は弱き者を守ってくださるのでしょう。
酒井。手遅れになる前に日吉の湯を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷、滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに、軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ余人を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。確かにな。巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き矢を置き。酒井、聞こえたか。一夜一殺。やはり打ち手を放ってきよったか。やはり打ち手を放ってきよったか。我らを狙うにしては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。私が死んだら、お主が巴を殺してくれ。
お主ら、ここへ。いかがなさいました？猛虎が日吉に向かっておる。皆を宿に集めて隠れておれ。敵はわしらが。はい、そのように。ここは見晴らしが良い。挟み撃ちの心配もなさそうだ。急がねば、地の利をどう生かす。何もないか。ありものを使うまで。ハチの巣か。足止めになるな。草むらに猛虎を誘い込むか。火の矢は持っておるか。樽で痛手を与えられるやも。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。ならば下がっていてください。備える。猛虎が来るぞ。奴らです。よし、わしの弓術を解くと見るがいい。降りてくるぞ。殺せ。一夜一殺で参る。まずの出来だ。造作もない。抜かるなよ。カイドウから来るぞ。お任せを。
とまずは。あれが巴？あやつめ長尾の旗を捕らえましょう。今からでは間に合わぬわ。腰抜け目。いや、バカにしておるのだ。巴の前の弟子が長尾博則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです？かつてのわしは若く傲慢で無情だった。博則はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしおった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。死としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ降ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか？わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたがな。博則の罪も償えず、巴の心も変えられず。しかし日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。金田の木に来てくだされ。ああ、無論だ。だが巴の後も追う。必ず捕らえねば。承知しました。
猛虎を殺し回ってる侍がいるらしいぞ。女房の弟が。お侍、カシネの森に行ってはなりませんよ。あそこは行かれる怨霊の住処、侍の霊が血を求めています。今は戦の最中、全て人の仕業であろう。ですが森に入って戻った者はいません。猛虎も島の者も。それにムクロは全て侍の太刀で切られているそうです。怨霊ごときが太刀を握れるものか、調べてこよう。弓を見て差し上げましょうか。では、さあ、お納めください。金国と高麗を下したやつ。お侍様、ちょうど西行様のお言葉を思い出していたところです。心を清めるにはまず体を清めろとか。ふん、里いいお方のようだな。晩年はもっぱら湯に浸かって過ごしたのだろう。ですが少しは徳心がいきませんか。癒しの水、清めの湯気、紅葉の葉から漏れる光、戦に向けて心を研ぎ澄ますには湯に浸かるのが一番でしょう。そうかもしれんな。湯に入りたくなってきた。鎧を仕立て直しましょうか。鎧はお体に合ってます？ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。お気をつけください。弓の手入れをいたしましょう。これでハヤブサをも落とす一夜を放てるで。
母上は当時に来た時すら髪を下ろしてくださらなかったな。あの鳥をご存知ですか？どのような鳥のことだ？金色の鳥です。鳴き声を聞くと平和だった時を思い出します。ああ、母上はその鳥のことを何よりも対馬のことを知っておる生き物だとおっしゃっていた。その通りでしょうね。もしこのような時でなければあの鳥を追ってどこに誘ってくれるか知りたいものです。俺が追ってみよう。お主は平和が戻るまでは控えておけ。そういたしますね、酒井様。いっそ殺してくれ。そうせや楽になれる。Hey, Harbo! Ne kum sum tevla! Bitte lo der Schwein! In Havan Harbo fight! Rushi rashiku wa nai ga, tsukaide ga aru na. Shin Harbo! Teng Tuen, yago! Dervish pass on Balota. So, awesome, samurai. Books on that head on. Bid me call us Agnihar Siddich. I could tell of what's also that naturally. Some beast paint way. We have been. Beat me in.待たせてしまったな。ありがとうございます。道中気をつけよ。どうかお受け取りください。
仲良くやっていこうな。慌てるな。何があった？家に押し入られて、女房と息子がまだいるんです。家族を置いてきたのか？戦えるわけない。武士に見えますか？よし、助けてこよう。Legion Jacinta, you wait.Явчоч гэхдээ бурхамжтай.
に妻子がおるはずだが。まるで気配がない。外も見るか。干し物が濡れておる。隙をつかれたな。まみれだ。誰か殺されたな。ムクロは引きずられ川に捨てられたか。子供のもの。妻子ともに死んだようだ。伝えてやらねば。お侍、どうでした？どちらも死んでおった。無念だ。助けるとおっしゃった！俺も死ぬべきだ。家族を見捨てたんだ。己を責めるな。二人の死を無意にするな。お主も猛虎に抗い、人を救ってやれ。務めます。
を避けろ。せろ。Thank you.
この森には侍の怨霊が住み着いております。なぜザレ事を語る？本当です。ここはかつて野営でしたが、今やこの森に入った者は二度と戻りません。戦の最中だ。人も消えよう。ここは猛虎さえ忌み嫌う森。ぜひ夜までお待ちあれ。怨霊どもがさまよっておりますので。朝には怨霊の話を聞かせずに済むようになるぞ。心からそう願っております。迷子の牛だ。人がおったようだ。死んだばかりだ。犯人は近いぞ。こっちへ行ったな。払うための仕掛けか。殺したか。ああ、一人だけだが首をはね。この調子なら気の済むまで森を独り占めできそうだ。ああ、今じゃ猛虎も避けるからな。侍の太刀で首を切るのは気が引けるが、この地を乗っ取るためなら我慢したくない。やがってるぞ。カツラを見つける。近くに行くぞ。探そう。ここです。あいつか。じきにわかる。向こうのどこにいる。見つけてみる。どこへ行った。どうせ逃げ切りやしないさ。この近くにいるぞ。どっかに隠れてやっと切り伏せてやる。なんてこった。本領はいたんだ。嘘じゃなかったのか。これで落着だ。あの男に顛末を教えてやろう。
まさか生きておいでとは。これからはこう語るがよい。かつて神の森を汚す悪しき族がいた。しかしその地を守る怨霊の怒りを買うことになり、坂井家の生き残りが怨霊の頼みを聞いた。そして森から族を一掃し、怨霊は成仏することができた。良き話です。怨霊が森を守るためあなたを導いたのでしょう。Oh.